こんにちは、竹村です。今日はですね、宝塚は清志向人さんの方まで行くんですけれども、はい、僕いつも宿川から行ってたんですけれども、Google マップで調べたらなんか川沿い走る方が早いみたいで、清志向人に一番近い、今日は Google マップの向こう側を提供するコース、宝塚の清志向人さんまで行く動画です。向こう側の川沿いをずっと行って宝塚まで行く動画です。よかったら一緒に見てください。神経画像の横、反対側なんですけど、そこを通ってなんか宝塚行くのが最短ルートみたいな感じで書いてて、天保線じゃなくて川沿いっていうところが味噌なんですけれども、ちょっと今からそこを通って工事さんまで行きますので、よかったら一緒に行ってください。大体55分って書いてました。今日は朝方はめちゃくちゃ涼しかったんですけれども、今めっちゃ暑いっすね。日差しが強すぎて信号が青なんか赤なんかよう分かれん。やっぱこれも年のせいなんでしょうね。なんか年取るとその緑がなんかこうすごく認識しやすくなって、なんか緑を求めるようになるっていう話、ちゃうんかな、まあ、そういう話を聞いたことあるんですけど、その年いくと何か色の加減がちょっと薄くなってみたいな。向こう側からちょっとナビつけます。なんでまた個人さんに行くのかというとですね、この前アップした動画にもちょっと触れたんですけれども、このお札をですね返し忘れたのと、あと姉がね清志向人さんで買ってきた招き猫の左手の方は割り寄ったんですよ。それでちょっと買いに行こう思いまして、この招き猫を買ってからちょっと店お客さん戻ってきた感じがあるから、ね、猫さんおらんかったらちょっとやっぱ毛悪いかなみたいな感じです。で今日は工人さん行って、そこ帰ってきて、それでそのスバルに行って、その足で今もマフラー積んでるんですけども、純正マフラーに交換してもらうっていう流れになっています。マフラーがね袋に入れてるから、ちょっとカーブこうちょっと速度上げてカーブ曲がったらマフラーがズル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 って滑るんですよ。だからあんまりこうラフな交差点でラフな感じで交差点曲がれないみたいな。前の車速いの。
出口とかにパトカー止まってて、なんで止まってんねやろうと思って、そのまま速度で通過したら、レーダーであの速度測られてて、それで後であの追いかけてきて捕まるいうパターンが、なんかそういうのも増えてきているっていう話は聞きます。実際は見たことはないんですけれども、でも最近はまあ言うたかって高速でそんなめっちゃ飛ばすということはないんですけどね。ゆっくり走ってるのが一番です。疲れへんし。新潟自走で行った時でもほんまもうゆっくりゆっくり走ってて、ゆっくりゆっくり走っててもういいんですけれども、あの1回新潟でのところでもちょっと触れたんですけれども、僕が一番ケツでわざわざ僕の前に割り込んでくるやつとかおったりして、なんやねんって思う時はありますけどね。ゆっくり走ってたら、まあまあそんなことでいちいち怒っとったら、もう車運転したらずっと怒ってりゃあなあかんから、まあそう小さいことは気にしちゃうんですよね。あ、それとですね、関川村でもね一回赤い50プリウスなんですけれども、普通に一般道、そう制限50やったんですけど、そんなに50キロでは走ってないんですけれども、それよりもちょっと高い速度域で普通に走ってたら、赤いプリウスにケツベタって疲れた思ったら、ウインカー出しはったから、あ、右折するんかな思ったら、そのまま抜いていきましたね。何考えてんやろ思って、そんなに急いでも次の信号で追いついたし。向こう側で右折なんですよね。あれは三菱のあれミラージュですよね。確か。一時期コルトもよく走っとったけど、コルトも見なくなりましたね。
曜日こんなに車多くないんですけど、みんなどっか行くの？より早い経路が見つかりました。どういうこと？3分短縮できます。経路を変更するにはタップしてください。いや、アマフォー線は工事さん行くときは宿川登って行くんですけど、今日このルート初めてです。前にバトマキさんと一緒に六甲行ってたときは天保から帰ってたんですけれども、天保はね、なんかめっちゃ時間かかるなっていう印象があって、夜でもなんかめっちゃよう信号に引っかかるんですよ。
横側ですね。これあれやったんちゃうかな、旧国道っていうやつ。何やったかな、名前忘れました。右方向です。
線またいだらもしかしたらあれかわからないですね。
しボタンか。6メーターぐらいです。
に入ると思います。ずっとここ川沿いを走っているんですけれども、こっちまたちょっとカーペにちょっと雰囲気違いますね。
近くにあるマンションです。
常にとっつい坂道発進せなあかんの。あ、じゃあもう一個、もう一個坂道発進あるのか。あそこ前に工事する時あそこずっと渋滞してる時あったんですよ、ね、あいつやったのかな。およそ 300m 先、右方向です。2月の節分の時やったかな、来た時めずっと渋滞してました。初めて使う、走ってみる道路ので、清志工人さんまで行く動画でした。途中ね、なんか嫌がらせかなんかわからないんですけれども、帰りも Google マップに案内させたら、こう二股になってて、どっちも同じなんですけれども、僕右かトラックについてったらええわ思って、ずっと下向らんとまっすぐ行ったら、なんか右折してなんかぐるっと回ってまた右折して川沿い走れってなってて、なんかごっつい嫌がらせされてて何なんでしょうね。二股のところはもうちょっとなんかこう案内あったはずでもいいと思うんですけど、今度はヤフーカーナビちょっと一回使って、使い勝手どっちがいいのかまたレビューしてみようかなって考えてます。すいません、今日は長い時間ありがとうございました。それでは簡単なんですけれども指定させていただきたいと思います。